いや、僕は LINE モバイルですかね。まあ、なんか、もともと au 使ってて、この間変えたんですよ。で、au の時僕20ギガのプランにしてたんで、もう月1万円ぐらい、iPhone の、支払いも合わせると。月1万円ぐらいだったんですけれど、もう LINE モバイルにしたら多分今 iPhone のあれと合わせたらもう5000円ぐらいなんじゃないかな、月。あとギガ数も前 au の時20ギガで、今 LINE モバイル7ギガなんですけれど、7ギガでもコミュニケーションフリープランだったかな、SNS とか結構カウントされないんですよ、そのデータが。なんで7ギガでも全然普通に使える。で、かつあの使い切れなかった分翌月に繰り越せるんで、マジで何も問題ないし、変えた方がいいと思います、 LINE モバイル。